1997年時点で DFRC で運用されていた航空機群アームストロング飛行研究センターはアメリカ合衆国のエドワーズ空軍基地内にある NASA によって運営される航空研究センターである。機関名はテストパイロットとしてエドワーズ空軍基地に所属した後にアポロ11号で人類初の月面着陸を行った元宇宙飛行士のニール・アームストロングにちなむ。 この研究センターは、X プレームをはじめとする高速飛行の研究、開発で知られる。救命は、航空科学者で、NASA 副長官だったヒューラ・ティマードライデンにちなんだ、ドライデン飛行研究センターであったが、2014年1月16日に、バラク・オバマ大統領が、現在の名称へと改名する法案に署名し、2014年3月1日付で、解消された。 この名称変更にあたっては、ドライデン飛行研究センター内の西部、航空試験場を NASA ヒーエルドライデン航空試験場に改名することにし、ドライデンの名も残された。前身となったのは1947年9月7日に公式に設立された中のミューロック飛行試験隊であり、1976年3月26日にドライデン飛行研究センターへ改名される前にも、 1949年、中のダグラス D-558 からに、スカイロケットは初めてマッハ2.0を突破した。航空機である詳細は、D、D-558 からにを参照。NASA の前身の中は、ダグラス射製の実験機 D-558 からに、スカイロケットを運用した。後継は、空軍の X-1 である、D-558 からには、 ロケットエンジンもしくはジェットエンジンで推進して飛行した B-29 に喧嘩されて発進した通常の滑走路からも JAT の補助を利用して離陸した C-47 輸送機に栄光される M2 回1詳細は M2 回1を参照 M2 回1は翼によらずに胴体で揚力を得るというリフティングボディの概念に基づき1960年代から70年代に かけて、NASA が試作した実験用航空機群の第1号である。1963年、ドライデン飛行研究センターのデールリード率いるチームが機体を完成し、エドワーズ空軍基地において自動車や輸送機に栄光されて空力特性のテストが行われた。この成果は、後のスペースシャトルオービタの設計にも影響を与えた。A、ラモートリーパイラテッドボーイング720は、 制御された衝撃実演で破壊された詳細は、制御された衝撃実ボーイング720を遠隔操作で墜落させ、着陸時における事故を再現したところ、1時間以上燃焼を続けた。新燃料では被害を抑えることには役立たないことが分かった。レイズの試験を行う SR-71、詳細は、レイズを参照、レイズは NASA が ロッキード・マーチンに委託して開発させた最使用型宇宙王艦機であるリニアエアロスパイクエンジンの研究を元にしている左半分の縮小系を SR-71 偵察機の背中に乗せてテストを行ったサテライトイメージオブドライデンザエドワーズ・コンパス・ローズ詳細は月面着陸試験機を参照月面着陸試験機または LLRV は アポロ計画時に2機製造され、月面着陸の訓練に用いられた。訓練中の事故で1機が失われたが、パイロットは脱出して、無事だった。後期型は LLTV と称され3機製造されたが、訓練中2機が事故で失われた。いずれもパイロットは脱出して、無事だった。NASA Owners a s t r o n ニール・アームストロング・ウィズ・センターリーネ・ミング。 NASA,httpww.NASA.gov,press,2014,February,NASA w Owners Astronaut,Neil a r m s t r o n g w, w i リ Center, ン e ッ n ス、m i n g i n d e x h t m l x u c 4 g e e v s 7 m 2 0 1 4年3月5日閲覧 n a s a s d r イ d e n f l i t サ r チ s a r c h Center 2B リ e a n e 4 n e i l Armstrong, NASA,httpww.nasa.gov, w Centers den, features, NASA、d r ドライデンフィーチャーズ NASA ドライデン 2BD ネンド4ニールアームストロング1 HTML 2014年1月26日閲覧 X の時代未知の領域に踏み込んだ実験機前期紹介 P88 から97 NASA ドライデンパストプロジェクツプリプルションコントロールドエアクラフト NASA, ドライデンフライトリサーチセンター2014年12月5日閲覧ありがとうございます。